今回は GC パームを覚えるコツです。まずは GC パームの作り方から、6面揃った状態から、緑面を左にして T パームを回します。ヘッドライトを手前に向けて手前のエッジを左に移動。UB パームの3点交換です。2連ができました。ヘッドライトが1つで、2連がここにあるので GC パームです。持ち方ですが、ヘッドライトを左に向けます。まず右の白を裏から上げます。その白バーを奥に寄せ、一番右の白を下に下げます。ここにあります。2つを手前に、1つはさらに手前に、ここにあります。2つはバックします。白1つもバックします。ここに来ます。白2つをさらにバック。これで白はすべて右に寄った。そうしたら右を2段階回し、白1つが正面に出てくるので、それを左に移動しますが、同時に下段も左に移動します。上面の黄色の長方形に、手前の黄色の2つを上げる。長方形を左に寄せ、白バーの裏に黄色バーがあるので上げる。下面のズレを直す。終わり。もう一回やります。Tパームして、ヘッドライトをこちらに向けて UB パーム。2連ができました。GC パームです。右上に白バーを出して、奥に移動。一番右の白を裏に、2つを手前に、1つをさらに手前に、2個はここからバック、1個もここからバック、2個をさらにバック、2個と1個が右に寄ったら右を2段階回す。前に出てきた1個を左に、同時に下段も左に、黄色2つを上げ、左に寄せる。白のバーができる。裏に黄色のバーがあるので上げる。下段を合わせる。終わり。もう一回やります。Tパームと UB パームで GC パームを作る。ヘッドライトは左に向ける。解説なしで、一定速度で回してみます。終わり。6面揃った状態から、4回やれば元に戻りますので、または、GD を回して GC を回しても元に戻ります。何度もやって回しやすい指使いを探してみてください。それでは今回はこの辺で。